久しぶりに雑談するかということで、どうも、はじめきよしろうですということで、ねまあ、いろいろ炎上とかありますけど、まあ、チョコレートスモーカーズの件見たんですけど、なんか動画見る気ないよね。で、何も言うことないです。うん、まあ僕はど何があっても、まあ、禁止しようがどうもしようが、どうでもいいっすっていうね。どうでもいいんでおしまい。 20秒で終わりました。世界最速のモノモース動画みたいなね。モノモース動画ってまずさ、YouTube で起きてることってしょうもなすぎて、モノモース気も失せたんだよね。俺はもっとなんか楽しいことを喋りたい。ということで、今日の動画のタイトルは、そうです。えー、僕、ヒカル信者すぎると、ヒカル教信者なんですよ。なんでかって、ああいうね、ヒカルさんが最近出して35分級の動画、スッと見れちゃう。で、2回目見れちゃうくらいの洗脳っぷりがすごいなって思って、俺、ほんとヒカルさん好きなんだなー って思って。うん。下手したら3時間くだって、俺、ベシャリ食堂全部制覇したしね。あの、うん。一応、ベシャリ食堂全部制覇、どれくらいすごいのっていうのは、まあ、ヒカルさんのチャンネルの方のベシャリ食堂は全部制覇しました、一応。僕はね、ヒカルさんが好きなんですよね。はい。ヒカルさんが好きであって、あんまヒカルさんの動画はあんま面白いとは思わないんですけど、トークとかが、 好きだなぁと思って。で、べしゃりショックだ。第1回。えー、2時間36分53秒。えー、第2回。1時間58分54秒。いや、ジップの、ジップのなんか、ジップでポンみたいなやつの音が、ピンコーンってなった。主張が激しい。ね、ゆなチャンネルか。えー、2時間15分。えー、っと、1時間47分。もう、延べ合わせて、 うーわ、やばいな。<laughs> 4時間でしょえ、やばくね ?2 時間36分足すことの、えー、まあ、ほぼ、えー、2時間、2時間36分、えー、4時間36分でしょ ?4 時間36分に、えー、6時間51分でしょ ?6 時間51分、6時間51分に、 8時間8時間,8時間46分くらいですよ。第4回までで8時間ですよ。ねえ。やばくない十分な睡眠取れる時間全部べしゃり食堂に費やしてくらい俺はね、光る教信者なんで、光る教,教信者なんで、うーん、でも俺もね、やっぱ光るさんが終わった時詐欺師なのかって思っちゃいましたからね。 僕、純粋なんで、すぐ騙されるんでね、だ、まあ、騙されましたけど、でも騙されたけど、やっぱ俺は面白いと思うんですよね、帰ってきてくれて。でも、グアムの動画見ませんでしたよ。いや、僕ははっきりとやっぱ見たくないものは見ない。なんでグアムの動画最初の1本100ドル使うまでっていうのはなんで嫌かっていうと、単純になんでさ、現地の人がなんで、あの、遠征遠くから来た人が喜ぶものなのに、現地の人にお土産渡すっていうなんか矛盾が生じてるじゃん。 それ見てちょっとつまんないなって思ったけど、まあ、ラファエルさんの方の動画を見ました。いつものね、野ぐそオチでネタバレですけど、前さんが、のぐそやっていうね、しょうもないオチ。あれ好きです。あのしょうもなさ。うん本当にウミガメの産卵してくれるのかなって思ったら、うーんだま、またのぐそかいっていうね。意味わかんないもんね。ゴミ箱の周りとか栄養いっぱいあるんでとかね。うん確かに、それってね、みたいな。 ありそうだけどそうえよ、みたいな。<laughs> まあ僕は光る教,教信者ということで、まあ、すごい光るさんのツイキャスとかね、ずっと見てました、バカみたいに。でもね、僕、光るさんの面白さとか、恭平さんの面白さが爆発するときって、アンチなんですよ、やっぱり。うーん、アンチっていうよりは、ちょっとね、つついたコメントを、芸能人、ぶり上がってみたいな感じのコメントで、さーって返していく光るさんがめっちゃ面白いですよね。 うん、いや、なんかちょっと映っちゃいけないものが映ったみたいな感じですけどね。これストロングジラフです。うん。今、下半身不遂になって、ちょっとね、棒立ちなんですけどね。いや、とんでもないブラック勝負。なんか下半身不遂って、笑えねえや。うわ、うわ、こいつ下半身不遂とか言って、下半身不遂の人をディスってるクソ野郎だって思う人はね、ぜ、ま、ひ、あ、とも低評価をしてくれればいいと思います。はい。いや、ほんと、そういうやつ、俺ね、ああ、そうだ。 あとでもう一個動画でした。まあ僕はヒカル教、教信者ということで。うん、本当すごいなって思った。で、ラファエルさんも好きなんですよね。ヒカルさんが好きなんです。で、ヒカルさんの動画が好きではないかな、まあカード開封とか作業とかしてるのは面白くないけど、店長さんとかの、俺が一番見たい動画、やっぱ店長さんとの35分のあの動画。やっぱあれは面白かったですね。皆さんはね、そんなもん見れるかって言いますけどね。うん、でもヒカルさんの動画、 見て、つまんないって言ってる人は何を面白いって思ってんのかなヒカキンを面白いって思ってんのかなあの、もうなんかいたんすよ。アンチコムいや、ヒカルの動画30分全部しょうもない茶番だって、えー、1分でようやくできるものを、みたいな感じで。ね。じゃ、20秒で、あ、もうこちヒカルです。今日は、で終わったらどうすんねん。だったら、な。もう10秒くらいの動画出されたらどうすんねん、お前。家庭抜きすぎだろってお前言うだろ。っていうね。じゃあ、あなたのツボはヒカキンなんですか正ンなんですかって言って。 いやそもそも YouTube 見ねえしで。いや、見てるじゃんって。30分の動画を1分で予約できるってこと全部目通してるってことでしょヒカルさんに安置する理由は分からない。分からない。俺は分からないですよね。俺は金持ちになりたいんで、金持ち、ひがまないんですよ、やっぱり。その、妬まないんですよ。なんでかって、妬んでる時間がもったいないから。 ネタむ暇あったら憧れるっていう。そのマイナスのパワーっていうのはあんまいいもんじゃないし。一つ傷つけること嫌いだからね。うん。いや、傷つけたら傷つけていいのかって話になるじゃないですか、それって。戦争の理論じゃないですか、そういうのってやっぱり。あ、あ、お前傷つけたら俺傷つけるわ。って、なやそれって思っちゃいますよね。勝手にそいつは罰が下るから黙って待っとりゃええのにって思うんすよ。うん。その理論おかしいんだよ。 お前殴ったから俺殴るみたいな。なんかよくあんない理論があるじゃないですか、ネットには。いや、そう、なんか、ちょっと、ちょ、ちょっとなんか、すごいのもあるじゃないですか。ほんとネットすごいよな。だから、不寛容社会って言われてるんすなって思って。うん、だらもう僕ははっきりはしてるものとなんか、まあ、しょうもないなって思うけど、でもね、やっぱそういうのを言うとね、まあ怖いんで、標的にされるんで、俺が。まあ怖いよ、本当に、そういうね。アヒル2万羽とか、そんなんね。 金ねえよ、そんな。アヒル2万羽襲っていくんだぞ。卓球でピンポーン、アヒル2万羽でーす。って言って。悪夢じゃん、そんな。その、よくあるたまに、たまにあるなんか、洋物系のアニメ映画で、こうやってて、アヒルですアヒルですアヒルアーってどんどん増えて、アーって押しつぶされて、はぁ夢だった。みたいな。で、なんか、ここら辺にアヒルがいて、はーみたいな。 そんなやつだよね。それくらいの悪夢だよね、アヒルにまんばって。アヒルプール作んのかってね。あー、もう恐ろしい。で僕は光教教信者です。あの面白いもんは面白いって言いますよ。でも俺言わせてもらいたいんですけど、u f <laughs> フェスクソつまんなかったっす。あの、ショートムービーみたいの。ほんとつまんなかった。まず水溜りボンドの動画も、やっぱ頑張んなきゃいけないと思うんですよね、みたいな感じで、ね。ほんと、なんかひどいな、なんか全部。うん。 全部ひどかった。くそくそーまあ、マックスベットもね。俺マックスベット好きだけど、なんか言ってたんだよ。いや、でも爪痕は残してなのかってなって。いや、残してねえや,ってやマックスベットもっと面白いのできるんじゃない単純に言って評価するならみんな肩に力入れすぎ。うん。関根理沙さんはやっぱ、ね、いいアイディアだと思った。面白いとは思わないけど。うん、いいアイディアだなって思って。なんか、ねえ、 演習とかに力入れてる人もいるだろうけど、オルタのチャンネルはスカイピースに力借りるでしょなあ、それって思っちゃうような感じでした。でも俺全部見てないけどね、UFS。はじめ社長が何の動画で撮ったか調べませんけど、ちょっと声変わっちゃった。ね、まあ、じゃあはじめ社長で調べるか。はじめ、はじめし、はじめし どんな動画で撮ったんだろうな <music> ?Oh, with a little follow, da-da-sti, we lost to you, no fat, nee. What? One last two do realized. Чэ <laughs> <laughs> 日本面白いえ、はじめしゃちょーの動画、面白いや、確かに、あの中の動画、俺が見た動画の中だったら一番面白いでしょ。まあ、全部見てないけどね。全部見,た見てないけど、物言っちゃうほどムカつくやついないけど、いや前半のやつ見たんすよ。いや、ひどかった。全部ひどかった。うん、なんかもう、ひどい。肩に力入りすぎてるわけだ。肩に力が入ってるだけで入りすぎてるわけでもないん、ね、で。水溜まりボンドとか、ね、まあ、頑張ってるんだろう。100キロってやべえよ。 おかしいでしょだって、フルマラソンで42.195キロの2.5倍みたいなもんでしょ2三倍みたいな。2二倍みたいな。とんでもないキャリー走ってるけど、あれ面白いとは思わなかった。クスッとも来ない。本当に。いや、水溜りボンド大好きですけど、最近あんま好きじゃないですけどね、都市伝説系。マジでなんかね、ああいう都市伝説系はね、ちょっとね、タックのパクったからっていうのあるよね。うん。まあいいよ。タック。 レディオ俺大好きなんですけど、まあ、もう雑談ですよ、つべ雑談。定期的にする YouTube のことに関してバー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 喋ってくく。痛い。えー、まあね。k i n g d o はよ動画出せと。うん、なんかみ、みんな、んかほ、ほんと早く動画出してほしいなって思って、もう出してるかもしれないけど、なんかそこ、律儀に守っちゃダメだと思うんだよな、俺は。うん。なんかさ、真面目すぎるんだよね、禁断ボーイズさんって。 2週間まではよ動画出せいって話じゃないちょっと新しい順にするわ。 でも多分最高の反省ってあれだよな。動画出すことなんだよな、やっぱ。動画出すことなんだよ。もう俺もまた動画、また爆弾みたいに出すけど。<laughs> でも俺、反省ってしちゃいけないと思うんすよ。その、こういう業界で。 自分、反省ってことは自分のキャラを改めることになるでしょ今まで築き上げたものをそのちょっとした反省でなくすことでしょ反省はしちゃダメだと思います。後悔はしていいけど。なんで僕は後悔たくさんします。うん。だって後悔ってできてしょうがないものじゃないですか。そんな世の中うまくいくわけないし、 だってもしこれやってみたけどダメだったって後悔もあるじゃないですか。やる後悔だって後悔じゃないですか。やった後悔だって後悔だし、やらない後悔だって後悔だと思うんですよ。後悔はしていいけど反省はしちゃダメだと思う。うん。自分の道を見つけたならね。そんな感じのが清志郎さんの自伝本に書いてあったんですけどね。後悔。反省はするなって。自分の腕2本で食っていきたいならって言って。面白いなと思いました。 俺が何をしてるかっていう T シャツの黒の部分でね今ねその表示時間がわかるで俺何分動画だ撮ってんだろうっていやこういうくだりを動画にするところ地獄減るですよ今ヘルタイムですよヘル業間ですよマジで、ね、いやーでも YouTube 面白いっすよけどね最近つまんないよな動画だから俺がまた動画撮り始めるわやっぱ俺の動画面白いっすよ俺の

こんな感じでね頭おかしい人ですちょちょ今一瞬でマッカー赤坂の10度20度30度をやりました気づいたかなっていうことでね <laughs> まあそんじそこらの YouTuber よりは僕は面白いですよ僕の動画見た方がために,ためにはならないし一切、はい、まあクス、まあ、と笑えるのはねちょっとずついろいろ仕掛けているんでね で最近ね、自分が、まあ、ほんと15分の動画なんで撮るかって、俺が楽しいからだよみんなのなんか時間をあんま気にしない。俺は。最近発明したんですけど、自分がいつ最後にこの飲み物を飲んだかっていうのが分かる機会なんですけど、これは一応ね、あのー、買ったチョコですね。はい、え ?4 日間ずっと使い続けてるんですよ。マックのコップ。俺なんかちょっと頭おかしくてね。 使い捨てするものを長く使いたがるんですよ Why, 何やってんだ俺はな、何やってんだ ちょっとここが上がっちゃう。ああ、まあ、最近面白い動画ないっすねってことは言いたいですね。んでも本当俺嬉しいよね。な、な、なんでだろう俺調子乗ってる人大好きなんだよな。ヒカルさんのやっぱキャラが、かっこいいんすよ。ああいう尖ったの。みんなは嫌いだろうけど、俺はやっぱ、かっこつけてるってわけでもないけど、なんか。 ね。ヘリクツみたなので返すのが好きなんですよ。いや、反省してたって、漫画や海外ドラマは見えるで、みたいな。ほんま俺は汚い大人やで、みたいなね、俺好きですよね。うん。いやー、でもね、ま、承認性。承認性が気に食わないっていうのはね、よくわかんないですよね。うん。いや、どうせ承認する時にお前のコメントは見れてんだよ。なあ。 承認するときにね、その、拾いたいコメの間にあなたのコメントは見れてますからいいんですよ。前さんとか社員、社員が傷ついてるんでね。おい、おい、ダメぞ、だから今度からコメントするとき、こう,いうコメントするときに、おい、出来損ない社員見てるか、今お前承認制にしてると思うけど、クソみたいな、なんかね。うん。 でもね、アンチがやってることってね、でも、アンチって何がいいんだろうどこが生産性があるんだろうって言ったら、アンチのコメントを見て、アンチが喜ぶんですよ。そういうとこ。それがね、アンチのコメントの唯一、あのー、あるってことなんですけど、ファンは不快ですよね。い僕は面白いですけどね、突拍子もなく死ねとか、ね、スイッチプレゼントしろとかな。自分の金で買えよそれぐらいよ。<laughs> どんだけ貧乏なんだよ、お前は。 んやなん、こじきが持っちゃいますけどね。<laughs> スイッチくれって。<laughs> 急に怒るのもまたおかしいわ。<laughs> じゃあ分かったじゃあヒカルさんのリプランコーナー見るかまあねヒカルさんの面白いリプランを見ていきましょう多重影分身の術とか面白いけど結構エンゼルフレンチ食うのかみんなサザエさんのこの中指のやつ出すよねそれ流行ってんの ブレンチクールラヒカルの復帰が許せないあなたへ違反報告低評価をして赤番広告収入をゼロすることで YouTube が強制的にインサイトするときがあなたのワンクリックが力になります力になりますってムキムキ筋肉ねあのー もも積もれば山となる光に詐欺師とか犯罪者とか言ってるけどお前のその行動も普通に犯罪だからな、うんまあ、全然犯罪じゃないけどね <laughs> うん。あ,あまあ、なんか低評価をしても収益は下がんないらしいけど、うん。俺もバリバリ収益もらえてるけどね。うん。低評価をされてる動画いっぱいあるけど。全然収益もらえますよ。低評価。あったって。だから低評価って意味ないし、逆に広告収益がもらえちゃってるんで意味ないですよ。まず動画見た瞬間に、えー、掲載広告っていうのがあるじゃないですか。あれ見てる時点でもう広告料ですからね。 動画開いた時点でもう、ワンクリックの時点でもう広告料はあるんですよ。で、動画出てどんどん加算されていくだけであって。そんなのもわからねえのか、ドラ言ってやりたいけどね。だから、単純にヒカルさんのアンチのやり方は、あれですよ。あの、ツイッターのリプランでずーっと毎日、リプランのその、あれですよ。あの、ツイッターのヒカル信者にずーっと毎日コメント書き込むことじゃないですか。逆に。 味方に攻撃すればいいんですよ。ヒカルさんに攻撃したってブロックされるだけじゃないですか。ヒカルさんのリプランでこうやってバー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 バ,ーバーってやればいいんじゃないですか。それ以外ないですよ、方法は。あとツイキャスでずーっとやるとかね。何個もアカウント作ればいいじゃないですか。それやってればね、いいと思いますよ。YouTube のコメントだと承認性なんでヒカルさんの目には届かないようになってるんですよ。社員がちうポチポチやってるんでね。承認性っていうのも、あ、いいコメントあったな確しか、なんで。 まず全部がブロックされてる状態なんでね。そっからポチポチやってくんでね。まあ大変ですよ。<laughs> まあ僕はあんま承認性にはしたくないよね。あーでもそのスパムは全力でブロックします。本当ス,スパムはクソなんでね。ヒカルがフレンチクルーラー見た時、パーパーこれは面白いと思います。これパパは面白いと思います。パーパーってこれあれですよ。あのトイ・ストーリー2の。 違ったトイ・ストーリー2だトイ・ストーリー2のザークを見た時のえー、あのおもちゃおもちゃえー、っと新品新型バズライトイヤーが言った言葉ですからねバーバーって言ったのがそれですからねねえそのポケ <laughs> 反省はしませんよ なんで反省しなきゃいけないのでみんなサザエさんのな中指立てるの好きだな <laughs> 好みの画像違うだろうこのハゲすごいっすよねこのフォントバカーンってパワー上がありますねこのハゲこれ誰の顔なんだろうな分かんないな 大学かそれとも就職か 没有 動画ちょっと撮りすぎたからもうちょっともう一回通動画